じゃあカオリンには戻ってもらいましょうか。代わりにそっちに行きます。あら、スギには傷がついちゃったね。しばらくはここで遊んじゃうかな。面白いよね。いろんなとこ見えてくるもんね。何ここってなってる。
ける。はい、もういっぺんに制覇するね、この子は。ジャン君の時のあの慎重さは何だったんだ。意外に怖いもの知らずじゃん、君。あのシャーシャーは何なの？人に対してだけだ。そうかもね。さあ、カオちゃん、どうやって降りるの？おう、頭いいね。あ、ポンちゃんが香りのカリカリ狙いましたが、やめました。あ、ウェットを狙うかもしれません。よいしょ。え、これはやめとこうね。え、なんだったらそこで食べちゃったらもう絶対食べる。こっちこっち、なんちゃんこっちだよ。ここね。見てる見てる見てる。はい、ポンちゃん、ポンちゃん、おいで。カオリン、お姉ちゃん降りてきたよ。カオリン、パパはこっちだよ。どうやって消えてるのかな。そこで悩んでる。一緒と一緒だと思ってる。頑張って、カオちゃん。あら、落ち着いた。今度はカーテンを引っ張ってるのね、こっちが。おいで、おいで、おいで。
うん、はい、おかえり。おかえり、かおりそこの方行かないで。あー、行っちゃうね。ぽーちゃん。はい。ぽーちゃん、その裏さ、熱くない？はい、ここだよ。カオリン、カオリン、はい、はいはい。もうだんだん釣られなくなってきた。はい、でお腹空いたでしょ。ところがポンちゃんがここにデーンと座っているのでちょっと難しいかな。おかえり。ここ拠点なんだね。みんなの拠点なんだね、ここは。ああ、はい。なんでたまにシャアなの？じゃあ長い長い旅になってきてるよ。ねえ。
どうしたらいいかね、かおりん。1階に黒い姉さんいるけど入る？一応黒い姉さんに挨拶しに行ったよ。ね、おや、立派です。ちょっと閉めますよ。本当だ。ポンちゃんがさ、カオリンを許してるのがすごいね。そうだね。どいてあげたもん。うん。うん。ポンちゃんいるね。はい、じゃああとはご飯を自由に食べてくださいね。